来た来た、初めて見た、かっこいいね。すごいかっこいい。おはようございます。今日は旅に出ます。旅の出発点は荒川区内にある西日暮里駅。ここからまず東京駅に向かいます。そこから乗るのは3月16日にデビューしたばかりの U8K。 大丈夫ですか？大丈夫ですか？立ってください。で、今日は3月17日です。デビューから2日目、初めて U8K に乗ろうと思います。では一緒に旅に行きましょう。最初ね、山手線に乗るよ。今行くね。行きますか。はい、受け取って。まだ時間があるので東京駅で新幹線眺めてみます。おー、ちょうど来た。 E6 に E5 で、向こうも E5。この並びすごいね。今日乗るのはこの一番下、翼131号。これが E8 での運用ということです。新幹線のホームの中ぐらいには0キロポストもあります。これぜひ見に行ってください。E3 系、まだまだ E3 系も走っています。というかまだ E3 系の方が主力で、 E8 の編成の方が少ないですね。E2 系もいた。高崎507号、敦賀駅。これ敦賀駅の新幹線、3月16日に開業したばかりの北陸新幹線の新線区間。もうすぐ E8 が東京駅に入ってきます。向こうが E8 と E5 の連結のところなので、ホームにたくさんの人が待っています。でも反対側は誰もいなくて快適に見られます。と、来ました。まずは E5、 先頭は E5 系です。で、連結でついているのが、来た、 E8 来た、E8 来たよ。来た来た、初めて見た、かっこいいね。すごいかっこいい。いやー、 E8 かっこいいわ。初めて見た E8。じゃあ E8 に乗り込みます。段差があるね。この段差はすごいね。気をつけてね。よいしょよいしょ、乗り込みました。 E8 に乗り込みました。5番です。5番 CD、 ここだ、5番 CD。 よし、入っちゃって、ここに乗ります。シートピッチはこんな感じです。170センチの僕で、前にこれぐらいの
手が届かないくらいの余裕があります。6歳の子供120センチいかないくらいだと、まあ、かなりの余裕ですね。参考までに帰りに乗った E5 系です。こちらの方がシートピッチ広いかなという感じです。手は伸ばしても前に届かないくらい。客室内がこちら。背もたれのカラーは黄色からオレンジのグラデーションですかね。明るくていい感じの色合いでした。コンセントは各席肘掛けの下の部分にあります。ヘッドレストも上下移動可能。東京駅出発。あ、E35 さん、E8 から E35 さんが見える。次大宮って言われてたよ。次大宮だって上の通過しちゃうんだね。この列車上のからでは乗れないね。テーブルの大きさは一般的な新幹線と同じくらいですね。お菓子を置いて挟んでいます。ドリンクも置けるね。普通車の座席を全体的に見るとこういう感じですね。結構広々として快適でした。車椅子スペースが3つある車両もあります。この車両には大きな荷物置き場もありました。ベルト付きですね。見て、端っこの席だとさ、テーブルが大きいね。洗面所コーナー、多目的室もありますね。で、鏡があって、で、こっちにトイレか。開けてみて。閉まる。こっち側にもトイレあるのかな。あ、男性用トイレもあるね。おしっこ用。こっちはグリーン車だ。なんか面白い顔してます。スマホのアプリでスピードの計測してみたら270キロくらいは出ていました。福島駅に到着。ここで E8 と E3 が切り離されます。うわ、人がいっぱいいる。すんごい人いる。福島駅で E5 と E8 の切り離しを見た後、何本か通過列車を見て、その後11時51分発のやまびこ52号に乗って東京に帰ってきました。本当に E8 に乗っただけという旅でしたね。
6歳の子供と一緒でしたが、 E8 に満足していたようです。まあ、今回は東京駅から福島駅までという短い区間での乗車でした。まだ山形県には行ってないです、山形新幹線の。ということで今度はゆっくりと山形県内を旅するためにまた E8 に乗ってみたいと思います。皆さんも機会があったらぜひぜひこの新しい車両に乗ってみてくださいね。ではまた次の旅でお会いしましょう。